It's me, Yuko. Thank you for watching my video. はい、本日はですね、Have a good day のことについて、ちょっとですね、なんていうのかな、day の部分を、ちょっと変えると、より生き生きした英会話になるっていうところ、ちょっとコツを、お伝えいたします。はい、皆さんね、Have a good day、別れの挨拶知ってると思うんですが、実は day のところ、時間帯によって変えるっていうのご存知ですか？はい、ここ day がそうなんです。これ朝とかですね、午前中に使うのは、使うのが主流ってことですね。 Have a good day、 今日一日始まるぞ、一日良い日をね、過ごしてねっていうことですね。で、午後、お昼過ぎて午後になるともう一日半分終わってます。はい、午後になると、Have a good evening、 evening って、使う方が多いですね。で、午後もしくはもう日が落ちてきてですね、暗くなってくるこう夕方あたりになると Have a good night、良い夜をお過ごしくださいっていう、こう日本人の感覚だとちょっとこうイブニングとかナイトってなんかピンとこないかもしれないんですが、でもこの、3パターンはですね、本当に日常でよくよく使われるので、ぜひですね、ちょっと時間帯によって言い方変えてみるっていうのを、トライしてみてくださいね。はい、あ、で、Have a good day、 Have a good evening とか言われたら Thanks、 You too、 You too なんて言えると、ちょっとこう気の利く返答の仕方なので、これも覚えてくださいね。 Thank you for watching. Bye.